心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は袴の最後の紐のアレンジ、リボンアレンジです。リボンが1本3メートルぐらい、3メートルぐらい使ってます。用意ができたら一緒にやってください。一緒にやろうねっていう回です。それでは行っちゃうよー。袴にリボンのテープを入れていくやり方です。これほぼほぼ3メートルのリボンのテープです。何でもいいです。その3メートルのリボンのテープを1本用意しておくとちょっと可愛らしい変化ができます。それで最終的にここで交差させて結ぶので、ここから測ってください。ここが3メートルの真ん中のところに、ここでもまあここでもね、どこでも最後にリボンつけるところ、そしてこれを後ろのここ袴板の下、ここにしてください。こういうところとかを置くとね、意外とツルツルって取れちゃったりとかするから、ここだと取れないんですね。でここに渡してください。持ってきたらこの中で交差してます。裏と表がないタイプだったらここでこう交差して、今度結んだ帯の下を通っています。ここね、結んだ帯の下を通っています。そしてずっとフラットな状態で、どこよじれたりしないようにして、そこ気をつけて通しています。そしてここまで持ってきて、この結び目の下で一回結んでいます。でちょっとこれを最後に使いたいから預けています。また縛るからね、ここで緩んでも大丈夫です。また縛りますよ。そしてこの部分は単純にリボンにしてね、ギュッて締めちゃって、そしたらこの預けてたのをもう一度締め直して、強化のためにこの上でもう一回結んで、そしてここでリボン結びにしてください。でこんな感じです。でここはもしシューって取れちゃったとしても、また結べばいいのよって、それで帯が取れちゃったりとか袴が崩れちゃうことではないから、こうしてやって、心配だったらここでもう一回、もう一回結んでおいてあげる。こんな風になります。たった一本のリボンでちょっと可愛らしい感じ。後ろもここでリボンはわせてあげて、横もちらっと見えたらこんな風になってるっていうわけ。すっごい複雑そうに見えるけど、実はシンプル、シンプルで簡単。真ん中がここなら、ここから始めてリボンの左右が振り分けられるといいですね。今度はこのリボン使っていきます。このリボン、やっぱりどんなリボンでもいいんで、1本リボンがあると3メートル、だいたい3メートル、3メートル50ぐらい、これはちょっと長いからあるかも、のリボンです。で普通にここまで着せてますよ、袴ね、着せてます。今回はちょっと変えたいのは、この後から来た太い方の袴の紐を細くしたい。この袴は裏が違う色をしてるから、こうやって裏が見えるようにしてますけど、別に同じような色だったら素直に折ってもらってやりやすいようにしていいです。そしてこれを預けて、こっちも半分に折っています。そして預けて、今回はちょっと大胆にも真ん中にしようかなと思っています。
くぐらせています。この紐です。このリボンテープは真ん中を真ん中で帯の上に、細いので帯の上にしてます。見えている帯のところに通してます。そして帯を通して脇を通ってますよ。脇を通って帯の下で交差して一回一締めします。で前に持ってきています。どうして細くしたかっていうと、この紐に実は絡めています。ちょっとリボンがフラットになるように、可愛くなるように絡めてるからね。材質によっても扱いやすいのと扱いにくいのとあるんだけど、まあ、1個ぐらいお客様に貸し出しできるといいなって言って、お着物搬入事前にお伺いできるんだったら、こういうのをちょっとご提案してみるのもいいかなと思います。ちょっと一味ね、会場に行ったら私違ってた、可愛く違ってたって言ったらお嬢様が喜ぶかなって思う、まあ、こういうのはね、大体短大生とかね、大学生とか専門学校生とか、そういうお嬢さんに勧めてください。学校の先生に勧めてもダメですよ。学校の先生に勧めても受け入れられないと思うなって言うんで、ここまでこうしてきたら、今度は真ん中で一締めしてください。で、普通にこのリボンは普通に締めてください。ギュッてもう一度締め直して、普通に締めたら色が左右に分かれるようになってるはずです。残っているリボンをもう一回この上で締めて、ここでリボン作ってあげてください。そうするとこんな風に横から絡めて、こんな風になります。これだ、自分がやったのを自分で見てもわからない、ひろこさん。これはわかるような気がする。表と裏がでもこれあるんだよね。表と裏がある袴なんだよね。表と裏がないじゃん、これ。ないとつまんなくない？袴チェンジ。これだから表と裏があるからどうなんですか？